皆さん、こんにちは。ピルディスタ、小沢です。今日、もう今朝行われました、チャンピオンズリーグのラウンド16、ファーストレグ、セビージャーとドルトムントの一戦についてお話ししていきたいと思います。結果は2対3で、アウェイドルトムントが勝利、なおかつアウェイゴール3点を奪いましたので、えー、ホームでのセカンドレグ、だいぶ楽になったんじゃないかなというような戦いでしたし、まあ、セビージャー後半にね、えー、後ほど言及しますが、システムを変えて、早めに交代カードを切ってというところで、 まあなんとか巻き返しを図って、1点、フリーキックからね、6で4号が決めましたので、望みをつないだえ2点目、1点差の敗戦とはなりましたが、まあ、セカンドレグに向けて、セビージャかなり厳しいファーストレグとなったということは間違いないと思いますので、この試合について改めて、まずスタメンから確認していきましょう。 はい。えー、それでは左セビージャ、えー、白で作りました。セビージャから確認していきましょう。ゴールキーパー、ブヌ。えー、ディフェンスライン、えー、ヘスナバスがこの試合間に合いました。スタメンで右サイドバック。センターバックは鉄板のジュルクンデとジエゴ・カルロス。左サイドバックは空には怪我してますので、今日もエスクデロで来ました。 と中盤ですけども、普段であればフェルナンドアンカーで、えー、ジョアン・ジョルダン・ラキティッチ・インテリオールとい,いう配置なんですけども、まあ、立ち上がり見てると、まあ、今日は、えー、フェルナンド・ジョルダンのダブルボランチ、ラキティッチ、トップ下という婦、えー、人でした、えー、フェルナンド・ジョルダン・ラキティッチですね。でえー、右にスソ、左が新加入、冬に入ってきたパップ・ゴメス、まあ、リーグ戦で24番ですけども、チャンピオンズリーグは42に番号変わりました。 えー、トップは好調エンネシリで、えー、セビージャは4、2、3、1といっていいシステムだと思います。一方、えー、右黄色のドルトモントですけれども、えーまあ、こちらもけが人が多いというところで、まあ、ゴールキーパーも、ね、ビルキが今故障リストですし えー、ビツェル、でこの試合でいうとディレニーも出産の立ち合いで、えー、メンバー入れなかったとトルガー・ザール、ピシチュク、ザガドゥといった主力がいませんので、えー、若手で揃えてきてますが、えー、ゴールキーパーはヒッツ、えー、ディフェンスライン右から、えー、マテウ・モレイ、まあ、バルサのカンテラのですね、えー、アカンジ・フンメルスのセンターバック、左ラファエル・ゲレーロ。 えー、この試合、エムレジャンはアンカーに入りました。まあ、ここ最近ね、右のサイドバックなんかやってましたけども、えー、インテリオル右にベリンガム、えー、彼はイングランド人のまだ若手17歳ですか、えー、ダフートが左、でまあ、シャドウで右にロイス、左にサンチョで、トップがハーランドというような並びとなっています。さあ試合の内容について改めて振り返りますけれども、まあ、前半は ね、7分にツソのゴールで先制をセビージャがしますと、まあそこの展開でいうと、まあ、フェルナンドがまあだいぶ、ね、高い位置から右に振って、まあ、そこでツソに入ったところでヘッス・ナバスが上がってきたので、まあ、相手の、えー、左サイドバック、ラファエル・ゲレルは、えー、ヘッス・ナバスの上がりを警戒してというところで、まあとはツソが左利きでカットインでシュート、あるいはラストパス持っているというスカウティング、多分あったと思いますので。 まあドルトムント・ストの,その左のえまあ持ち出しドリブルに対してかなり警戒したなというところで。 でここ最近、えーまあ、コッパの、えーのバルセロナ戦の後の動画でも確か言ったと思いますし、まあ、セビジャの中継担当した時にここ最近の素、ね、の良さで言うと、まあ、かなり左だけじゃなくてやっぱり右に持ち出したりとか深い位置まで侵入して右っていうところを、ね、使えてるんで、まあ、相手にとっては左だけじゃなくて右もあるっていうところでの最近の、ね、国内ラリーガの中での素の活躍ありましたが。 まあこの試合でいうと、この先制点はまさにそのシーンかなと、まあ、左でかなりリアリティあるキックフェイントを入れましたので、そこに対して、サンチョが、ああちょっとね、飛びながらのえシュートブロックはいただけないなと、まあ、あの辺がサンチョの課題かなと思いますが、体を浮かしてしまったので、全く切り返しに対応できず、その後にドルトムンともえね人を埋めてというところでいうと、確かベリンガムが、 えーまあ、シュートコースに入ってましたが最終的にはフーメルスに当たってディフレクトしてのゴールとなりました、まあ、セビージョにとっては入りのところでいうとちょっとドルトムントの、まあ、入りの、えー、ところのプレインテンシティにちょっと、ね、こう受けてしまった形でしたので、まあ、キックオフ直後なんかもかなり攻め込まれましたし、まあ、そういう中ではいい形で、まあ、流れにすい、まあね、こう反する形で先制点取れたのは えー、御の字だったなと思いますが、まあ、そこからの展開がセビージャ、まあ、特にこの後ね前半セビージャは、えー、立て続けに3失点しますと19分27分43分に3失点をして、まあ、ある意味この試合を、えー、決着をつけられてしまったというような。 前半になりましたので、まあ、そこの要因でいうとまず2つあると思ってるんですけどもまずはまあこの試合先ほどセビジャガの、ね、こうスタメン配置で紹介したように今日相手がドルトムントっていうところもあって、まあ、ダブルボランチを敷いてきたとただまあそれによって攻撃のフェーズになった時にフェルナンドはかなりボランチのポジションをこう外れて捨ててかなり前がかりに出ていってしまったと。 まあ守備のフェーズでもかなり、ね、こう自分がアンカー1人じゃないんでジョルダンがいるからという形で結構、ね、こう球際に出ていく場面が多かったんですけどもやっぱり今シーズン、まあ、昨シーズンもそうですけどもロペディ監督のセビージャの,こうこのここ特にここ最近7試合連続クリーンシートの要因は、えー、まあ2センダーバックにフェルナンドがいるこの、ね、逆三角形が非常に硬、えー、いというところがあったと思うんですけども。 まあ序盤から立ち上がりからあれだけフェルナンドがんまあ自分のポジションを捨ててしまうとえ当然ライン管開きますし、まあそれこ,こにうまくえーハーランドなんかが降りてきて、まあライン管で受けて、まああとはね、マルコ・ロイスも、えー、サンチョもいましたので、まあそういう意味では、 まあそこが戦術的には一つ致命的な欠陥となったなというところがまず一つ目のポイントと。まああともう一つ二つ目のポイントとしては、まあこのセビージャがね、強みにしているツーセンダーバック、まあジュール君ではそこまでではなかったですが、ジェイゴ・カルロスがかなりハーランドにナーバスに対応して、 えーそれが裏目に出てしまったなと j、まあ、オカラス,スらしからぬマーキングのミスポジショニングのミスでやられてしまったとまんまと、まあ、多分ハランドの、ね、それだけの選手だということだと思いますし多分こう体感レベルじゃないと我々外からでは分からない、ね、こう要素があるとは思いますが、まあ、かなりナーバスで例えば得点シーンなんか2点目ハーランドの1点目ですけれども。 まあそもそも、ね、こう確かにあそこで言うと、まあ、試合時間で言うと、ね、ちょうど画面が切り替ったところで26分35秒ぐらいで、えーまあ、センターバックのアカンジからスパーンと縦パスが出たときにハーランドがライン管に降りてきたと、まあ、そこでジェオカロス全然、えー、離してしまって、まあ、完全にマンマークで後ろからパツンと、ね、こうついていって、まあ、ファール覚悟で当たってもよかったと思うんですが完全に離してしまって前向きにドリブルで仕掛けられて えー、その後の戻り方もちょっとバタついてましたと、えーまあ、体の、ね、向きもなんかちょっとぎこちない形で戻りながら、えー、対応して、まあ、最終的には三女とのワンツーで、えー、ジェイオ・カロス、えー、それから組んでもうまくね背後取られてハランドに決められてしまいましたが、まあ、あのシーンがまさに象徴的で、かなりジェイオ・カロス えー、そのハーランドの、えー、プレッシャーに心理的な駆け引きに負けていたなというところがありますので、まあ、ちょっとフェルナンドはジェオカロスがあれだけうーん、まあ、自分の持ちバステながら、あるいはマーキングしっかりつかないというところでいうと、まあ、ちょっとこれは想定外かなと、えー、ロペデ監督にとってはかなり想定外の出来事だったんじゃないかなと思いますので、そもそもそのジェオカロスの対応でいうと、 ドルトモントの1点目19分の11のシーンもあそこスローインからハーランドがジオカラス背負いながらこうやっぱり受けてジオカラスもね足出してボールつきましたがまあその後エスクデロそれから局面でいうとジョルダンがね見事に剥がされてえそこからまあ横パスがえーダフートに入ってとっていうところで。 うまく、えー、彼にミドルシュートを決められたというところがありましたので、まあ、セビージャーとしては結構、やっぱ序盤からハーランドのこう、まあまあ、守備も含めて彼の場合はかなりこう心理的なプレッシャーかけてきますしなおかつあれだけ決定力あるんでねやっぱりもう少しタイトにうまくしないといけないというところと、まあ、あとはポストプレーで降りた時も結構、ね、体うまく使えますし、まあ、確かにパワーもあるので。 まあ相手にとってはセンターバック、えー、特に、ね、マークするセンターバックにとっては厄介なフォワードですけれども、まあ、そこで言うとハランドとジオカロスのマッチアップの不具合でかなりセビージャは後手踏んだなというところがありますと。 であと、これ3失点目につながるシーンですけれども、やっぱり逆にこうセビジャが好調でここまで来ていて、あとドルドモントがあまり良くなかったと、まあ、セビジャが少しこの試合に関して言うと、ホームでファーストレグっていうところもあって、まあ、かなり攻撃的に、特にボール保持で言うと、やっぱりボール握りながらの展開、ゲームプランを考えたんだろうなというところは、 えー、4・2・3・1の人選も含めて、えー、感じましたと、まあ、あとやっぱり大き,なの大きかったのは、まあ、オカンポスの怪我だと思います、まあ、ヘタフェ戦で、ね、ジェネに削られて、えー、オカンポスがしばらく戦線離脱という中で、まあ、パプ・ゴメスがうまく、ね、そこで左には入ってきてるんですが。 やっぱりパブ・ゴメスとカンポス全然タイプ違いますしそれまでのセビージャ今シーズン序盤からロペデイカンドがずっと作ってきたセビージャというのは、まあ、去年のヨーロッパリーグ優勝したところも含めてやっぱり攻撃するときにあまり中を使わないとなぜかというとそこで奪われてショートカウンターを受けるリスクがあるのでどちらかというと大きなサイドの展開、まあ、サイドチェンジも含めてとにかく外外でどんどん循環していって 右で言うと昨シーズン、カンポスとヘッス・ナバスのコンビ、まあ、左で言うと、去年で言うと、ね、レギュロンいましたんで、えー、まあそこで左、定まらなかったですけども、例えばムニルが入ったとき、オリベル・トレスが入ったときに、まあ、ハーフスペース、えー、内側をそういう高い選手が取りながら、レギュロンが、えーね、高い位置、外側でオーバーラップしていくみたいなところで、かなりサイド攻撃が強みのチームでしたが。 やっぱりオカンポスが怪我をしてなおかつパップ・ゴメスが入ってきたことによって、まあ、かなり、えー、中でゲームメイクする中でサッカーをする、えー、比重が高まったなというところがありますので、えー、そこが多分3失点目の、えーまあ、象徴的なシーンかなと、まあそこはラキティッチからありえない、えー、横の横パスを、えー、マルコ・ロイスに突っかれてショートカウンター、まあ、ドルトムントの攻撃側からすると3対1を作って 完全にハーランドが最終的にはフリーで流し込んだというシーンでしたがやっぱりこれまでのセビージャからするとああいうこうね、まあ、特に中でボランチの位置であんな横パスを引っ掛けられてカウンターを受けるみたいなシーンはまあなかったですし、まあ、そういうことを嫌うロペディ監督だと思ってましたんでちょっとねこうやっぱり、まあ、怪我人が出てパプゴメスみたいな選手が入ってきて。 えー、彼の使い方という意味ではもう当然、右の裾と、えー、パプ・ゴメスがライン間取ってそこで攻略していきたいというところがあったと思いますが、まあ今日はやっぱりドルトムントがかなりまずはセットして守備から入ってきましたので、まあ、そういう意味で言うとエムレジャンと、まあ、あとダフーとベリンガムのところで、まあ、うまく、ね、3人が、えーまあ、ペナルティーエリアの、えーね、幅をうまく中央を消しながら えーまあ、中使わせないぞとライン管取らせないぞというところで守備してましたので、まあ、立ち上がりなんかで言うと5分ぐらいに組んでから外にうまくライン管取,取ったシーンありましたが、まあ、そこで、ねえー、エムレジャンやっぱりちゃんとファールで止めるみたいなシーンもありましたし、まあ、なかなかセビージアとしてはちょっと急激にこのシーズンの、ねえー、半ば年明け以降好調できていてオカンポスが怪我してしまったパブ・ゴメスが入ってきて使うというタイミングで ちょっとスタイルを変えてしまったことがあだになったかなというところは、まあ、結果論でありますけども、えー、感じますし、まあ、そういうところが、ね、こうチャンピオンズリーグの怖さかなと、えー、レベルかなというところがありましたので、まあ、そこはドルトムント側が、まあ、ゲームプランも含めて上回った部分じゃないかなと思いますし、まあ、あとはその立ち上がりの局面のインテンシティ、えーね、局面局面での、まあ、デュエルも含めてドルトムントがやっぱり うまくセビージャ制圧してましたし、まあ、例えばラキティッチそれからエスクデロ、うんまあ、ちょっとセビージャ側から見ると辛口のコメントですけど、まあ、このレベルでプレーするような、えー、選手にはこの試合少なくとも見えなかったなと、まあ、ラキティッチに関して言うと、えー、まあトップ下でほぼ受けれないので、まあ、前半途中からすぐに、まあ、センターバックの脇に降りてきてビルドアップ作りに行きましたが、まあ、そうした時にやっぱりフェルナンドがスルスルっと上がっちゃうんで まあ失った時のトランジッションの局面での守備バランスがかなり悪くなるというところはありましたし、じゃあラキティッチがそこでビルドアップで受けたからといって、うまくボールを前進させられるような配球できていたかというと、全くできていませんので、このラキティッチだったら、後半確かにえ早めに使ったオリベルトレスの方が全然良かったなというところはありますし、球出しのタイミングも遅かったというところと、あ,あとは左のラテラルの スクゼロに関しても、まあ、せっかく、えー、ビルドアップでいい配球して例えばホップ・ゴメスもうまく、ね、こうハーフスペースを受けて前向きでスクゼルにつけてもやっぱりスピードないパワーないというところですぐにバックパス横バス選んでしまうので、まあ、せっかくチームとして前進のフェーズに入ってもそこでもっと深い位置まで、えー、ニアゾーンまで取れないというところでやっぱりアクーニャの怪が。 こちらも痛いなとで、まあ、今日みたいなエスクデロであれば、まあ、少なくとも守備で計算できたり局面でパワー出せるレキックの方がいいだろうなというふうには個人的に見えましたし。 えーまあ、やっぱりこのチャンピオンズリーグの特にヨーロッパの今、ねえー、レベルインテンシティっというところで考えると、まあ、ラリーガでいうと軍、ね、を抜いてそういうところで、えー、強さを発揮しているセビージャであっても後手を踏む、まあ、選手、選手で、えー、違いますけども後手を踏むところが多々あったなというところはやっぱり今、ラリーガの、えー、厳しい現状を目の当たりにする機会でもあったと思いますし。 まあその辺はセカンドレグに向けて修正点じゃないかなと思いますので、まあ、ただ、やっぱりこう後半、えー、まあ3バックに変えたと交代、まあ、で言うと、まあ、早めにえ後半のスタートからラキティッチをもう下げてグデリを使って、まあ、個人的には、ね、ずっと3バックにするんだったらグデリが入ってたんで、えー、グデリが入っての3バックかと思いきやフェルナンドがディフェンスラインに降りて 真ん中にね降りての3バックを作りましたとで、まあ、グデリがアンカーに入って、まあ、だいぶ3バックによって、まあ、ハーランドに対してナーワスになってた組んでそれからジェイ・カルロスが少し安定感を取り戻してプレーできるようになりましたし、まあ、あとはチームとして、ね、こうディフェンスライン1枚削って、えー、ウイングバックを置いてかなり高い位置でプレッシャーかけれるようになりましたんで、まあ、そこでかなり、えーまあ、守備のところから、ね、こう刈り取っての攻撃っていうところができるようになりましたんで、まあ、後半は完全にステビジャーペース だったとプラスやっぱり60分に3枚が、えーまあ、スソエンネシリパプゴメスを変えて、えー、ムニルデヨング、えー、オリベルトーレスを入れて、まあ、特にオリベルトーレスがかなり攻撃の、ねえー、テンポ感出してかなり、えー、テンポの上いパス出しで、えーまあ、ゲームをメイクできたなというところは、まあ、これはラキティッチに、ね、前半できなかった。 え仕事だと思いますので、まあ、それプラス、まあ、ジョルダンに代えてオスカル・ロドリゲスが入ってきてまあね欲しいフリーキック、えー、後半29分ですか、まあ今日まあ、オスカル・ロドリゲスレガネス時代ね昨シーズンも、まあ、マジョルカ戦で見事なゴラスト決めてますしフリーキックでね、まあ、無回転も蹴れるそれからね、まあ、ポスト叩いたああいうこう、えー、巻き回転縦に落ちるようなドライブのこうシュートも打てる、まあ、いろんな球種持ってる、えー、オスカルですので。 えまあプレー面でも良かったと思いますし、今シーズンなかなか移籍してきた中で、期待された中で、怪我もあったりしましたが、活躍できてない中で言うと、だいぶやっぱりセビージャはね、チームの底上げができている今シーズン、特に年明けだと思うので、そこで後半、大きく流れ、展開を変えることができたっていうところは、一つ、今のセビージャにとってはプラスだったのかなと思いますし、何より、なかなか2点目、 えー、取れなかった中でフリーキックからルク・デが決めたのは大きいですし、まあ、負けはしましたが次に望みはつないだ、えー、2 3の、えー、セビジャーからすると敗戦だったんじゃないかなというふうには思いますまあ本当に、うんね、こう両チームのチームのここまでのここ直近の、えー、状態からすると当然セビジャー有利っていう視点があってしかるべきだったと思いますので私もそう見てましたが。 やっぱりチャンピオンズリーグはね、一発なので、なかなかわからないなと、難しいなというところは、まあ、本当に逆に言うと、ドルトモントが今日の特に前半は良かったと思いますし、まあ、これでね、えー、昨日のカンプノーでのエムバッペ、それからね、今日、えー、今朝のセビリでのハーランド。 えね、2人とも大活躍しましたのでスペインの地で、まあ、バルセロナはもう財政状況が火、えーね、の車でないと思いますんでまあ、えー、マドリー界隈ではねエムバペハーランドどちら取るならいいみたいな二者択一議論が。 やっぱり怒ってましたけども、まあなかなかのんきな議論がね、えー、されてるなと思って、ラジオの討論なんか聞いてましたが、まあ共になかなかね、このマドリーもかなり財務状況厳しいので、まあ取れないと思いますして、まあ少なくともベンゼマいる限りハーランドはね、えー、取れないでしょうし、 まあエムバペもね資金的に取れないと思いますので最低でも多分今、ねパリがゴーサイン出すとしても最低2億イーローからだと思うのでまあそんな今、このコロナ禍の厳しい財務状況の中で間取りが出せるわけないのでともに夢物語で終わるかなと思って見てますがまあやっぱりねまだ20歳でこれだけのタレントでハランドはもう今シーズンチャンピオンズリーグ5試合で8ゴールでまあ通算ね13試合で18ゴール。ちょっと 図抜けた決定力見せてますよね。まあこれからどれだけ伸びるのかっていうのは末恐ろしいですが、まあ今後どういう選手としてのキャリアを積むのかなっていうところも楽しみになる一戦でした。ということで、えー、今日はセビジャとドトルトムントの一戦についてお話ししました。また次の動画でお会いしましょう。アサラ・プロクシマ。